追いかけましょう。これも取ったら追いかけなきゃですよね。さっきの謎の境界線が出たのは何だったんだろう。なんだろう、思い出の少女を思い出すためになんかあるみたいな感じだったので、それをなんだ、記憶にない場所に行ったからですかね。向きはどっか行った。早く見つけないと。わあ、のっぺらぼう。出た、殺意の高えのっぺらぼう。ぶな、何これ、色は違うけど、ハスター君違うよね。触手がついてる。ここか。貼り紙貼ってある。お金、お菓子などを学校に持ち込まない、没収して親に直接返却します。そうか、猫のおやつを持ってきちゃったからな。逃げよう。開いてない、開いてない、走るしかない。おーっと、間に合った。おー、目つぶる。今作は隠れるとかがなくなって目をつぶるになったんですよね。いや、なくなったのか、まだ本編やってないからわからないですか。いやー、4番地クトゥルフ神話。よし。もしかして本物のお化け？急いで麦を見つけなきゃ。ついに出てきましたね、本格的にお化けが。ここには何かある。あれ、これはノートが落ちてる。先生が書いたもの。知らない名前の生徒のことが詳しく書いてある。私も先生にこうやって書かれているのかな。ああ、書かれているでしょうね。全生徒分書いてるんですから。先生ってすごいですよね。お、落ちてんじゃん。石ゲット。これは地図が貼ってある。図書室、教材準備室、生徒会室、鳥廊下。はいはい、空き教室が怪しいね。行ってみましょう。いきなりなんか触手の生えたのっぺらぼうが出てきましたね。何でしたっけ、エンダーマンじゃなくて名前が出てこないや。あ、これさっきの張り紙か？違うな。何この芸術。元気に挨拶。おはようございます。こんにちは。こんばんは。真白です。よろしくお願いします。石はある。ああ、聞いたことある。いつものあ、ちょ、待って。2体もいるのか。2体もいるんじゃ対応できないな。確か奴は、石を投げると、その石の方向に向かって攻撃してくるので、石を投げなきゃいけないんですが、石1個じゃ対応できないですね。じゃあ2回？ 3 回か。3回行きましょう。ああ、いたー。よー、前作でもお世話になりました。リヘナラタン。僕が勝手につけたあだ名なんですけどね。気になった方はリヘナラドールで調べてみてください。
バイオハザード4の敵の名前です。いやー、お化けってやっぱりなんだろう、特徴的な見た目のやつがいるので、あだ名付けが なかなか面白いんですよね。こう面白いというか、特になし、個性が出ますよね。前作は確かなんだっけレジギガスとかいましたね。多分探して後で画像貼っときます。あれ、ノートの切れ端が落ちている。さーて、これは何だろうなと読んでいます。七不思議の話、みんなすごく興味あるみたい。早く次を聞かせてって。今日は4つ目を教えてあげる。真夜中の美術室で絵画や胸像が動き出して部屋に閉じ込められるらしいよ。どうすれば助かるの？奴ら光に弱いらしい。もし夜の美術室に行くんだったら懐中電灯を持って行くんだ。胸像ってことは腕とかないやつ？どうやって部屋を閉じ込めてんだろう、部屋閉めてんだろう。美術室に入ったりしてないかな。早く見つけーい。はい、血だ。うわ、嫌だねー、血とか嫌だねー。さて、探索を続けましょう。あら、こんなところに。どうしたの、骸骨さんたち。うん、骸骨が動く噂は本当だったみたいです。リヘザナターン、今回もよろしくお願いしますね。やっぱり新夜回りの時もそうでしたが、昔というか知ってるお化けが新しい作品でも出てくるってやっぱり嬉しいですね。うわ、なんだ、鳥。なんかすっごい知ってる、あの赤いところに攻撃が来る感じ。なんかすごい既視感を感じるけど、やっぱりあの赤いところでここが危ないよって言ってくれるのはありがたい。お、新キャラなんだこれ。ドローターボーではなさそうだな。なんだこれ。まあ触れたら当然やばいでしょう。石ゲット。うわ、びっくりした。顔、これは電気消したらいなくなるとかでもなく、まずいな、囲まれる前に。普通に電気ついてても、あ、やば、囲まれるじゃん。今のうち、よし。どういうこと。チカチカしたら目をくらませられるってこと。子供っぽい汚い文字で、おばあちゃんから聞いたけど、街に落ちているものを拾ったりすると人面鳥ってお化けに見つかって食べられちゃうらしい。だから知らないものは触っちゃダメらしいよって書いてある。なるほどね。退散します。目をつぶるの意味ある。まだ目をつぶるのシステムをよく理解していないなさっきの逃げは奇跡だったんだけど、何が起きたん？あ、学校の地図が貼ってある。こ
っから先音楽室。ここか。入らない感じ。とりあえず上行きましょう。あら、これは屋上か。開かない。っていうか、普通開いてないよね。さっきトイレまで入っちゃったからな。もう一回下に降りましょう。今回は石がいっぱいあるので、一階の、なんだっけ、あそこ。刀というか、なぎなた持ってるやつがいると思うので、そいつを避けて進みましょうか。あ、いるやん。何もなし。何か何でも何もなし。持つ何もなし。おお、鳥生きて帰ってやるぞ。光を当てる。生きて帰ってやるんだよ。涙。これは今日から私が出ないと。まあ、飛んで火に入れてるしかないか。はい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。お帰りください。